の試合に来てます。北区のね、リーグ戦だそうです。ゴーレパッコイとオンミン、あ、そうです。どっちがどっちかわからんけど、初めて香港でプロのサッカーですね。プロのサッカーを見てます。ちゃんと芝のコートもあるやん。赤組さんがコーチが同じ服着てないか分かりませんね。
かね、遠いとこばっかりであるからね、全然見えへんと思うんだけどね。終わりました。雨降ってきたんでね、ちょっとやめますけど、まあこんなもんなんですか。前見に行った中国の2部よりは上かな、同じぐらいかなという感じですね。めっちゃ早い。だいぶ暗くなってきました。何体なのかな、3体1ぐらいかな、意味わかりませんけれども、どうなってるのかなって。でもだいぶ見えなくなってきたんで、これぐらいにしようかなというふうに思ってます。
閉めてしまったね。